有明のハーバーとカフェオレキットカットとのコラボ、キットカットミニ有明横浜ハーバーマロン味有明のハーバーは、横浜市中区の洋菓子会社、株式会社有明が製造、販売する洋菓子。マロンクリームをカステラ生地で包んだ消化紙であり、形状は鳩場に到着する船の形を模したものとされている。1954年、横浜市鶴見区にあった、 株式会社アリア世界より発売された。当時は戦後の食糧難の名残でまだ洋菓子自体が贅沢品と見なされていた頃、ふんだんに用いた栗に夢をもじってロマンと命名されたが、船をかたどったデザインであったことから1966年、港横浜にちなんでハーバーに改称された。以後、地元のテレビ局などにおいて積極的に宣伝を行い、 小林亜生が作詞作曲した独特な旋律のコマーシャルソングを使用して南関東における知名度はかなり高く人口に比して土産物の品数が少ないという横浜独特の事情も加わりハーバーは地元のメーカーに成長するが製造元の有明成果がバブル期の不動産投資失敗により九百九十九年に倒産しハーバーの生産も中止されて 一旦市場から姿を消す。しかし、月平やき用券のシューマイと並んで、横浜土産の定番であったことから、元従業員や市民による復活運動の末、洋菓子類の製造卸し販売を手掛けるプレシアが、支援に乗り出して2000年に、新生、有明製菓を設立し、有明のハーバーの発売を復活させている。復活時にクリアンの食感を多少調整しているため、 風味は必ずしもオリジナルのまま復活したわけではない。復活後は横浜メーカーにこだわる姿勢を強調していることから東京方面に下ろすことはほとんどなくなった。金沢区にあった旧割明製菓の工場はスーパーオートバックス横浜米サイド店になっている。1970年代には日本テレビ及びネットテレビの夕方の子供向け番組の時間帯を中心に テレビ CM を放映していた。しかし近年は、地元の TBK でしか CM は見られなかったが、2009年5月頃より、在京局でも CM を流すようになった。以前の CM で流れる歌は、藤本ふ子の独唱だったが、その後女性の合唱団と応募式コーラスになり、2012年4月からは、ゆきさおりの歌唱、出演による CM がオンエアされている。 2009年3月、横浜開港150周年にあたり、パッケージを柳原良平のイラスト入りのものに変更している。2015年6月には、パッケージのリニューアルを行い、主力商品のダブルマロン、黒船ショコラ、アソートの正式名称が、有明ハーバーから、有明横浜ハーバーに変更された。横浜スタジアムのレフト後方に広告看板がある、他、 横浜 DNA ベイスターズ選手がホームランを打った際にはスコアボード及びフェンス上部のリボンビジョンに広告が表示される。2010年に横浜ベイスターズに途中加入したブレッド・ハーパーの活躍もあり、同スタジアムでは8月からハーパーがホームランを打った直後から小学生以下の子供にハーバーの無料プレゼントというサービスを行っていた。また、 横浜 F マリノスとのコラボレーションパッケージ商品を販売しているほか、J1 リーグホームゲームでは F マリノスが勝利した際に、有明のハーバープレゼンツマンオブザマッチとして、選手一人にハーバー一年分を贈呈している。2012年4月からは、日産自動車グローバル本社内の日産ギャラリー限定パッケージのものも発売されている。2016年12月からは、 横浜 DNA ベイスターズの三浦大介を起用した CM がオニエアされている。ありがとうございます。